こんにちは。今は舞鶴の釣りのところに来ました。ここは日本海ですね。好，那我们现在在午后的钓鱼的地方。那这边的话呢是日本海，然后现在的话因为刚好是太阳要下山了，所以这样子就是可以拍到太阳，很漂亮。今ちょうど夕日が綺麗です。どう？綺麗？オイルめっちゃ暑かった。今の方が涼しい。だから今釣りに来た。今天白天的时候大概是三十几度，很热这样子。那现在比较凉爽，所以现在来钓鱼。今は道具はそこに置いてある。だからそこまで歩きます。那我们的工具全部放在那边，所以现在要走到那边去。着いた。ここです。はい。それでは釣り行きましょうか。はい。それでは餌を入れましたので今から釣ります。我刚把饲料放到那个蓝色的小桶桶里面的，好，可以开始钓鱼了。一体今日何を釣れるのかな？何も釣れないかもしれないです。
忘れた。なんか釣れました。ちょっと意味わかんないんですけど、なんか釣れました。私何もしてないんです。で、ちっちゃいちっちゃい魚釣れました。不知道叫到什么东西的，但其实我那边没有放饵。まあ、とりあえず釣れた。魚。おい、なに？いつも同じ？取れた、見てみ、同じやん。取れました。ちっちゃいタイよ。さっきと一緒。跟刚钓到一样的鲷鱼了吧，我想。都是呢。Oh.
それでは今日はちっちゃいタイ2匹釣れました。で、夜もちょっと釣りますので、でももうすぐ日がなくなる、もう取れないやし、じゃあね、ふぅ、バイバイ。もしなんかえらいもの釣れたら Facebook に公開するわ。じゃあね。那因为今天天色要变暗了，所以接下来可能也不能拍了。那刚刚就是钓到两条很小很小的鲷鱼而已。那如果钓到什么了不起的大东西的话，再放在 Facebook 上面。好，就这样啦，拜拜，加宁。